おはようございます、友人宇宙システムの野本と申します。よろしくお願いいたします。最初に簡単に私の略歴を、ご説明します。96年にですね、IV&V というのを、始めました。そちらにいらっしゃる片平さんと、2人で始めたんですけれども、それ以降、20年間 IV&V をやってます。で2003年から4年まで、ナンシーの、ところで働いておりました。でそこでナンシーが初めてスタンプの、論文を出しました。ですね、その頃のスタンプの、論文には例えばガイドワードとかっていうのはなくて、まあ、システム理論に基づくっていう、まあ、コントロールループが、その一番大切なんだっていうことが書かれていました。それが、まあ、私にとっても、今、スタンプを使っている、中で一番大切な部分はコントロールループ、コントロールストラクチャーを作る部分だと、いうふうに思います。から、今 HTTP の非交換性管やってまして、この出張が終わったらまた、週末から、次の6号機の、打ち上げがありますので、またシフト勤務になります。から2013年から14年までですね、JAXA に、この頃、一旦所属してたんですけども、次世代の HTTP の概念設計をですね、レジデンスエンジニアリングを使ってやるということをやっていました。で、今、昨日ですか、これがようやくプロジェクトの方に、行くということが、正式に決まったということらしいです。ちょっとまだよく分かっていないんですけども、ということなんで、レジデンスエンジニアリングという名前がですね、宇宙の方から、もうすぐ出てくるんじゃないかと思います。ということで、今日のですね、喋りのテーマなんですけども、成功要因の分析による安全回復、セーフティーバイサクセスアナリシスということで、お話ししたいと思います。多くのですね、ここにいらっしゃるような安全の専門家には、ちょっとこの成功要因で安全回復するというのは違和感があるはずだと思います。で、なぜ成功要因の分析が安全に必要なのかを、まあ、お時間を許す限り話したいと思います。でツールとしてはですね、スタンプとフラムのハイブリッドでこれを、ちょっとやってみましたので、ご紹介したいと思います。結構面白い話が、ちょっと出てきました。これは FTA ですね。皆さんご存知、衛星の喪失、ロスオブサテライト。で、ロスオブアディチュードコントロールで、ロスオブトランスレーションコントロール。で、GPS フェイリアとか、アボート、アンエイブルトゥアボートとか、アンエクスペクテッドアボート。このような、まあ、FTA というのを、まあ、今の例えば現行の HTTP の中ではこういう FTA をやってハザードレポートを作っています。で、従来の、まあ、安全改正はフェイリアを、まあ、分析していました。でチェインオブフェイリアですねというのが、この分析対象になっているというものが FTA です。でこれ1995年ぐらいだと思うんですけども、ナンシーがですね、このもう名言を言ったと、セーフティー、セーフ、ソフトウェア does not fail と、これもうそれ以降ずっと、おっしゃい続けてまして、去年、今年の1月の、ボックス、でも、ナンシーさんが、ここ来まして、ソフトウェア does not fail なんだということを、毎年おっしゃい続けてます。これ私もこの一言で何しに浸水しまして、それで弟子になりました。で昨日 のジョンのお話の中でも、まあ、マーズポーラーランダーのアクシデントのやつで、オールコンポーネンツが多くて、ハズルリクワイアということで、ソフトウェア関係の事故というか、まあ、最近の事故ほとんどみんなこうなんですけども、故障関係ないというのが、非常に多いということは、昨日 の、まあ、トーマス先生の講演でも、皆さんよく分かったんじゃないかと思います。私もそう思っています。で、No FTA for software、which does not fail。フェイルしないんですから、フェイリアツリーは作れないということで、これはダメだということで、なんか新しい、ことを考えなければいけないということで、ニューパラダイムとして、まあ、スタンプ出てきました。FTA のように、まあ故障の連鎖をモデル化するのではなくて、サクセスストーリーをモデル化する。どうやってこのシステムがうまく
動いているのかということをモデル化するのがコントロールストラクチャーダイアグラムだと私は思っています。ジョン、Do you think I'm right? I'm correct? You are building the success story by building the control structure diagram. Yes. Rather than failure story. You could do both. Thank you. Yeah, both ですけれども、まずフェイリアを見るためにはサクセスの原因を見なきゃいけない。このサクセスの要因がロストすることによってアクシデントが起こるんだということですね。これなくして、コントロールストラクチャーダイアグラムなくして、フェイリアは語れない。これは、スタンプの考え方の一番重要なところだと思います。で、サクセスストーリーをモデル化し、それが破綻する理由を分析する。で、サクセスストーリーの分析こそがまず一番最初にやらなきゃいけないことで、これが一番重要だということで、安全解析にはフェイリアの分析の前にサクセスの分析をしなきゃいけないというのが、私が今回お話ししたいと思う内容です。で、ニューパラダイムではフェイリアモデルからサクセスモデルを作るというやり方が安全の第一ワンステップ、ファーストステップになるようになりましたということです。で現在どんなことが起こっているのか。人工知能時代が到来してしまいました。こんなもんなかなか来ないと思っていましたが、突然なんか来てしまいました。で、特にこれが車みたいな、非常に人間の命を直接預かるものに乗るような時代になってしまいました。で、従来のシステムよりもですね、何が難しいかというと、不確定性が高くて、サクセスモデルが見えにくい。It's hard to find a success model for artificial intelligence system. っていうのが、今の一番大きな問題だかと思います。もちろん、どう壊れるのかも難しいですけども、まず、この人工知能システムがどういうふうに動いているのかっていうのを、ちゃんと言うことが難しい。なんでかというとですね、従来型のシステムというのは揺らぎを排除すれば安全になる。ストラクチャードプログラミングとかを行ってなるべく揺らぎのないシステムを使ってた。だからカップリングをなくすとかそういうふうなことで揺らぎのないシステムを作っていたんですけども、人工知能システムでは一番重要なのは実は揺らぎで、揺らぎがないシステムは人工知能としては二流というかダメなシステムなんで、揺らぎが不確定性があって初めて人工知能システムは安全になれるという逆の現象になっている。で、例えば、マルコフネットワークで人工知能を組む場合はもう確率論的な推論ネットワークなんで、ある状況とある状況の組み合わせが起こった時にそこから導き出される結論は確率論的にしかわからない。それからディープラーニングでは、ここの部分が畳み込み層っていう真ん中のですね部分が、ブラックボックスレイヤーなんで、中身がどうなっているのかっていうのは、これロジカルにここがこうでここがこうだからっていうシナリオがあるわけじゃなくて、もうここはもう単純にそういう、なんていうんですかね、結合強度でつながってるだけの、ブラックボックスがあるだけです。なのでこのシステムを使って安全なものを作りましたと言っても、本当に安全なのかっていうのを言うことがとても難しい。なんでかというと、サクセスストーリーが分かんないからです。ブラックボックスだからです。で、流動的で不確実性が高いシステムのサクセスモデルは作るのが難しいと。人間の脳はなぜ優秀なのか。昨日ジョンさんもおっしゃってましたけども、It is hard to build a success model ofNon-deterministic system as human brain. Human brain のレコグニションメカニズムなんかを、解明する、その一つのモデルにするっていうのはすごく難しいことだと同じように、人工知能のシステムの、動作モデルを、分かるような、形で可視化するのはとても難しいという問題が大きな問題として今あります。で、複雑で非決定論的なシステムの成功要因を明らかにするために、もっと不確実なものの良さを見直して、もっと成功に着目しようという機運が出てきた。で、人工知能の安全性を証明するためには人工知能のまず成功要因をまず
どうやってこの人工知能がうまく動いているのかをちゃんとモデル化できなければいけないということで、人間とかですね、動物のですね、不確実性からしなやかさに着目して成功要因の分析を、目指しているっていうのが安全、まあ、そういう安全工学がレジデンスエンジニアリングです。でそこで、まあ、ホルナゲル先生が、まあ、言っている、まあ、これも結構、名言なんですけれども、We know something about what goes wrong, but almost nothing about what goes right. ということで、まあ、我々、特に安全のエンジニアですね、はですね、なんでうまくいってるのかを知らずに安全解析していることがほとんど。なんでかというと、もう FTA からハザードレポートを作って、いるわけなんで、失敗することしか頭の中に入ってない。ということで、なんでうまくいってるのかっていうのを、まあ、ほとんど私たち見逃している。先ほどの北村先生の、ご講演の中でもこういうことがおっしゃられていました。で、これからお話しするこの FRAM というですね、ファンクショナルレゾナンスアナリシスメソッド、機能共鳴分析手法というものなんですけども、物事が失敗する理由じゃなくて、まずは成功する理由をちゃんと分析するための、手法になっています。で、実際にどうやって、まあ、成功要因の分析をするのかというのをこれからご紹介したいと思います。では、今日のですね、話の、ネタの、事例です。これ新宿駅、新宿ステーションの、中、非常にたくさんの人がぐじゃぐじゃに動いていて、例えば、この辺は子供なんかがいたりしますね。それから、まあ、例えば目が見えない人なんかもたくさんから車椅子乗ってたり、普通の歩き方ができないような人も結構たくさんこの中に歩いたりします。ということで、特徴としてはですね、ノーフィクストルール、ここの中を歩くルールは別に法律があるわけではないので、どう歩いても構わない。みんな結構、めちゃくちゃに歩いてます。それからノーフィクストセーフパス、こう歩いていけば安全。例えばですね、ちょっと考えて、例えば壁際をこういうふうに歩いていったら安全かもしれませんけど、みんながやったら壁際で衝突しちゃいますので安全じゃないですよね。ということで、安全な道っていうのはもうどこにもないんです。もうこうやれば安全。例えば人工知能だったら、人工衛星だったらですね、 HTB みたいな人工衛星だったら、宇宙ステーションから必ず物理的に軌道力学的に離れる安全な道ってあるんですけれども、そういうものはない。それからノーフィクストアクターズ、ここに出てくる人たちっていうのはシステムコンポーネントですけれども、ノーフィクスト、コンポーネントですね。もうとにかくいつも人が入れ替わってる。なのでここの人たち全員を含めたモデルっていうのを作ろうとしても、まあ、作れないんです。ということで、そういうモデリングのやり方じゃここからモデリングできない。で、どうやって衝突せずに歩けるのかと、 How to survive in 新宿ステーションっていうのが今回の、テーマです。ということで、まあ、ここに A さんから B さん、C さん、D さんがいて、 A さんはここに行きたい、ゴールに行きたいわけです。で、そのこういうふうな、まあ、ことをやっていて、ただ D さんがこっちの A さんの経路に何か入ってきそうな影響を出している。ただ B さんはもうすでに、A さんの行く手を阻むような経路に入っている。 C さんもちょっと離れていくような経路に入っている。こういうような、まあ、シチュエーションなんかが、まあ、あります。いろんなシチュエーションがあります。で、ここの中で A さんはどうやって成功することができるのか、このゴールにたどり着けるのかと、ノーフィクストルールでノーフィクストセーフパスなんですけれども、何とかゴールに行かなきゃいけない。これ結構難しいことですね。今年ちょっと JR さんのと一緒にですね、仕事をやってた時にですね、JR さんの展示会にお邪魔しました。そこで品川駅のコンコースの中でですね、物を何か運んでくれるようなロボットを開発してたんですね。 MIT の人と一緒に開発してるみたいなんですけど、で、そう、人がぐわーって歩いてるところで、そのロボットが物を運んで目的地まで行くっていうのを、まあ、人工知能でディープラーニングで作ってるんですけども、まあ見てると、すごく難しい。もうほとんどうまくいかない、まあこれらがあるからうまくいかないですね。どうやっても人にぶつかったり、途中でもデッドロックして止まっちゃったりする。なのに
人間はもうこんな小さい子供でも誰にもぶつからずにどんどん歩きます。これなんでなのかということで、フィックスとルールがない。それからまあここに行ってもキュッと曲がるかもしれない、こんなによく起こりますよね。ということで安全なパスがないから、悪端もどんどん増えていくということで、どうやってこれを成功に導けるのか、まず第一にこの安全を考えようと、スタンプでこれから安全考えようとしたときに、このコントロールストラクチャーこれから作ろうって言ってもなかなかですね、この A さんがゴールまでたどり着くためのコントロールストラクチャーどういうふうに作ればいいのか、私なんかだとちょっとですね、いまいち想像がつかない。なんで想像がつかないのかっていうと、なんでこの人間がうまく歩けているのかがいまいちよくわかんないからなんです。で、We need to know what is walking in 新宿。新宿で歩くとはどういうことなのかというのをですね、知らないとコントロールストラクチャーが書けない。で、今回はそれをですね、ウォーキングイン新宿とは何かっていうことをフラムで分析して、で、コントロールストラクチャーダイアグラムを作って、スタンプ分析につなげるというハイブリッドのやり方をちょっとやってみました。で、このハイブリッドのやり方はですね、ホンダ技術研究所さんとか、JR さんと今一緒に、お仕事させていただいている中で取り入れているやり方です。結構面白いので、毎回ですね、思ってもいないような面白いところに導いてくれる安全解析なので、ちょっと、ご覧ください。まずウォークという機能、ここにあります。で、この機能、新宿で歩くということはどういうことなのかと、ジョンさんが昨日の発表の中でもプロセスモデルバリアブルを、見つけると、このウォークというか、まあ、この安全に関わるその、どういうことをしているのかというのは導き出せるということをおっしゃってましたけども、このウォークのプロセスモデルバリアブルは何か、これをですね、何の手がかりもないように考えてもなかなかこれはうまくいかない。で、その手がかりを与えてくれるのが、フラムです。フラムはですね、機能にこういう6つの印をつけて、機能の側面を、ファクターを6つのファクターで言い表します。I というファクターがインプットですね。日本語で言うとですね、トリガーです。トリガー。なので、その I が入ってきたら、ポッとこの機能が動くというものです。歩くために、どういうトリガーがあると人は歩き始めるのかっていうことを考える。から、P、プリコンディション。前提条件、その条件が揃っていないと、たとえ愛のトリガーがかかっても歩かない。それからリソース R、資源、これはだんだん減っていくようなものですね。水とか空気みたいにですね、使っているとどんどんなくなってきちゃうようなもの。で、それがなくなるとこのウォークというのが止まらざるを得ないというもの。歩く、新宿駅の中で歩くために必要な資源って何だろうっていうふうなことを考えます。それからタイム、時間制約、これは、歩くときに、必要 な,、歩くためになんかいつまでに歩かなきゃいけないとかっていうことを、表すためのファクターです。だからコントロール、歩き方をコントロールする、例えば早く歩くとかゆっくり歩くっていうのは何を入力することによって決めているのかっていうことをここで考えます。だからアウトプット、もうこれはもう機能のアウトプットですね。ウォークという歩くことのアウトプットは何かといったら、まあストライドだと思うんですけども、まあ、そういうことをアウトプットとします。じゃあ、新宿駅で歩くこと、歩くとき何が時間制約になるのかとか、歩き始めるきっかけは何か、歩き始める前に揃っていなきゃいけない前提条件は何か、歩くとき何が歩き方を変えるのか、歩くと何が生み出されるのか、それがなくなると歩けなくなるものはっていうことを頭の中で、質問していきます。まあ、これは普通はシステムの専門家である、まあ、開発者の人にインタビューして聞いていくんですけれども、まあ、今回は新宿で歩く専門家っていうのは特にいません。私もでもぶつからずに歩けますので、自分自身に聞いてみました。で、その結果、まずタイムですね。タイムコンストレインとは何かと言ったら、タイムトゥコライドです。
いついつまでに報道を移さなきゃいけないということを決めるときにですね、まあもちろん遅刻するから急いでるっていうのはもちろんありますけれども、もうちょっとあの何て言うんですかね、新宿の駅を歩くっていうただそれだけの純粋な技術的な側面で考えてみると、時間を気にしているところはぶつかるまでの時間以内にある経路に入らなきゃいけないっていうのは頭の中でかなり高度な予測を立てて歩いてます。それが、時間制約になっています。それからインプット、トリガーですね。トリガーは歩くっていうトリガーが、これがあれば必ず歩けるっていうのは、その前に道があるわけですね。この前に人がいて道がなかったら絶対歩きません。そこに通れるパスがあるということを見つけたら歩きます。これが人間の歩き方です。それからプリコンディション、パスがあっても目的地がなければ歩きません。要するにこれがゴールがあって初めて歩くということを人間はやる。でもゴールができたら急に歩くかっていったらそうじゃない。ゴールができたことを前提条件として道ができたら歩くっていうのが、やり方です。それからコントロール、歩き方を変える方法、これはリラティブポジションとかリラティブスピード、それからリラティブアクセラレーションですね。他の人間とか柱との間の相対距離とか相対速度とか相対加速度を非常にうまく頭の中で統合して、でどっちの方向にどれだけの速度で動けばタイムトゥコライド前にそれを避けながらちょっとこういうふうにマヌーバーしていけるのかっていうのを計算しています。これがコントロール。アウトプットはまあ言わずもながらの一歩を踏み出すというストライドですね。からリソース、これも結構面白いんですけども、フリースペースとウォーク、目の前になんかその何ていうんですかね、歩けるだけの空間がある。この空間がゼロになってしまったら、もう歩くということができなくなってしまいます。これはだからガソリンなんかと同じように、フリースペースがあるということがリソースとほぼ同じ、ことになっています。これがウォークの、プロセスモデルバリューです。だからウォークということ、新宿でウォークするためにはフリースペースの面積とかストライドの大きさとか速さとか、相対速度とかそういったものが、プロセスモデルバリアブルになるということで、この6つの側面を使うと、まあ、大体先ほど、北村先生がおっしゃったような、まあ、非常にフレキシブルな、システムが備えているべきアンティシペーションだとかそういうものを、満たすだけの、プロセスモデルバリアブルが、規定できますというふうに言っています。で、先ほどのそのですね、タイムトゥコライドとかパスとかゴールとかいうものがウォークに何らか、入力を与える。で、ストライドとして出力が出てくると。で、タイムトゥコライド、時間制約を見つけるためにはファインドフリースペースという機能が多分必要になるでしょう。要するに誰かに当たってしまうまでの時間というのは、まあ相対速度に、他からの距離を勘案、してあげればいいわけなんで、フリースペースの、計測というか観測がまず必要です。それからパスっていうものがトリガーになりますので、そいつを、まあ、出してくれるのはファインドパスみたいな、そんなあの機能が頭の中にきっとあるでしょう。それから、ゴール、ごめんなさい、これファインドパスって書いてありますけど、ファインドゴールですね。ゴールを見つける、どっか要するに改札口に行きたいとかっていう、そのゴールを見つけることが、前提条件です。必ずこれ最初ですよ。から、ファインドフリースペースの中でフリースペースを見つけて、それがどのぐらい今小さくなっているのかっていうのを教えてあげることによって、歩けるだけの資源があるのかないのかっていうのを見ていく。それからアウトプットとしてストライド、ほんと一歩を踏み出したらどれぐらいの速度で自分が今移動し始めたかっていうのが即座に、フィードバックされて、自分自身を観測するっていう、まあ、そのモニタリング機能に、フィードバックされますけども、まあ、そういう経路もいると。それからこれアンティシペーションですね、プレディクト、リラティブアクセラレーション、
まあ、ですね、制御に使われるパラメータとして相対速度とか相対、距離っていうのがもちろんありますけれども、人間の意図みたいなものを読み取るためには相対速度と位置だけじゃ意図が読み取れなくて、大体虫なんかが使っているのは相対加速度を見てるんですね。加速度がぐわっと増えたっていうことは自分に危害が及んでいるという、まあ悪い意図が自分にその近づいているというオプティカルフローっていう科学があるんですけども、まあそのオプティカルフローで見ているのはアクセラレーションです。だからこれが予測、相手がどういうことをこれからしたいのかなっていうのを予測するのが、プレディクトでアクセラレーションを使っています。それから、直接の、制御、GNC のガイダンスナビゲーションコントロールのコントロールは、ロケート、ミー、自分自身の場所とか人の場所を、まあ、見て相対速度加速、とか相対距離を測るという機能で、まあ、見ます。これが、まあ、システムの最初の段階の全体像で、ここをですね、今度は次の段階としてフラムで分析するというか、それぞれのファインドパスだとかファインドゴールだとかファインドフリースペースというものが実際また他の人から何か入力をもらってこういうことをやってますので、そういう相互関係を全部線につなげていきます。で、つなげた結果、これです。ウォークというですね、機能に、入力を与えているのはこいつらみんなこう来てるんですけども、与えている入力を与えている、例えばファインドパス自体もこのファインドフリースペースからの入力をもらったり、から、プレディクトっていうものも、ロケートミー&ピープ、相対速度とかを見る人から、もらって相対加速度を出して、ファインドフリースペースが相対加速度を使って、ウォークに、タイムトゥコライドを渡しているというような相互関係、これを、フラムで、ディファインしています。で、フラムのですね、まあ、ツールを使うんですけども、まあすごく一番僕が気に入っているところは、こう一回こうやって、まあ、ディファインしてですね、このですね、機能のこの六角形をですね、ぐりぐりいろいろこう動かすんですね。そうすると、システム全体のアーキテクチャをピタッとこう言い当てられるような、形にスッとこう収まる瞬間があって、その時にまさに、なんていうんですかね、イマージェントプロパティオブセーフティっていうのが頭の中にファーッとこう浮かんでくる。これが、この、フラムのツールのすごくいいところですね。なんかこのシステムの成功要因って何だろう、コントロールストラクチャーを作りたい。そういう時に、じゃあ、これだけ見るとなんかちょっと、いまいちよくわかんないな、ぐじゃぐじゃしすぎてスパゲッティみたいだなと思いになるかもしれませんけども、これよりももっとぐじゃぐじゃしたところからここまできれいに私は、成形しましたということでこう書いてるんですけども、実はですね、この左の列、真ん中の列、から最後のここ、この部分っていうのが、3つの、大きな塊になってまして、まず、まあ、ゴールを定める。ゴールがあることがもう一番重要。これが、前提条件ですね。ウォークの前提条件。まずこいつが必ず時間的には最初になきゃこのシステムは動かない。で、次に、ゲットインフォメーション、観察するですね。モニター、ね、自分自身の速度とか位置をモニター、他人をモニターっていうのが入っている。要するにここではなんか外界を見てるから自分自身の速度を見たりして、まあ、モニタリングしてるんですね。で、次の例ところでは、自分自身の場所とか自分自身の、他人の場所というものを、まあ、ここで入れて相対距離とか相対速度に直している、機能、それから予測する機能ですね、加速度を使って予測する機能ということで将来予測をしています。プレディクトフューチャーね、から、ファインドフリースペースとかファインドパスというのは方針の決定ですね。これ一番、ストラテジーですね。こちらの先ほどのこの辺はタクティクスの方ですね。こちらがストラテジーで、最後にウォークするというふうな関係になっていて、左の方から右下に向かって、
なんとなく、なんていうんですかね、レイヤー構造といいましょうか、そういうふうな物理層から上位層へ向かっているような構造が私は見えました。これでイマージェントプロパティオブディスシステムセーフティーというのが見えました。で、最後にフィードバックしてウォークから、左上に戻っていくと。要するに左上から右下に行って、また右下から左上に帰ってくるというふうな大きな構造ですね。で、まあ、レイヤー構造のようなものが存在しているというところまでフラムで分析しまして、まあ、見えてきた階層構造に沿ってスタンプのコントロールストラクチャーダイアグラムを作ります。で、フラムモデルをそのままスタンプモデルに、まあ、投影するというふうな遮影するということをします。どうなるのか、これですね、さっきのウォークというのはフィジカル層で、オブザーブとかプレディクトというのはタクティカル層で、セットゴールとか、ファインドパスというのがストラテジック層というふうな、まあ大きく分けて3層構造、細かく分けて、5層構造になっている。で、これですね、面白いですね。ナイスリーレイヤード、バッドノット、ベリーマッチシステムティック。レイヤーにはなってるんですけど、いわゆるコントロールストラクチャーダイアグラムにそのまま使って、いいようなシステミックモデルとしてはちょっといまいちなんですよね。ここはいい。下位から、こういうふうにフィードバックが上に向かって、ドン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 と数珠つなぎに行くとかいいんですけども、上こちらのですね、まあ、コントロールアクションに近いような部分を見ると、一番上からも、ウォーク一番物理層に、データが来ますし、次からも来る次からも来る次からも来るということで、結局全てがこいつをコントロール直接しちゃっていてですね、レイヤー構造としてはなんだかいまいちなんですね。なのでこれはですね、何なのかということをここでちょっとよく考えてみました。で、このシステム、まあ、簡単なまんまにしました。まあ大雑把にでこんな形してます。フィードバックは非常にルックスグッドなんだけど、コントロールアクションがダズントルックグッド。で、トップダウンストラクチャーとしてはこれなんだかいまいちですね。トップダウンというよりは全部のレイヤーが横つながりで一つのフィジカル層に向かって制御をかけている。で、フィードバックはきれいにこうレイヤーに沿って上がっていくんだけど、ボトムアップストラクチャーはまあいいですよ。で、新宿駅での歩行というのはかなりこのボトムアップなプロセスなんであって、いわゆるトップダウンのコントロールストラクチャーとなんか少し毛色が違うというか、まあ随分変わったコントロールストラクチャーを持っているんだということがわかります。で、大きな戦略のもとに戦術を立てて実行するという計画的な行動じゃなくて、まあ、動物の群れが戦略を立てなくても全体システムとして動ける。例のやつですね、鳥の群れとかがなんか一つの集合としてグワッとこういうふうに動くじゃないですか。なんかリーダーがいるんじゃないらしいんですけども、あれができるのはもしかしてこの構造を持ってるからなんじゃないかと、いうことが、分析として出てきます。例えばウォークイン新宿っていうのはこういう形をしていて、典型的なコントロール作者はまあこういう形です。この違いがウォークイン新宿のサクセスストーリーなんだというのが、私の考え方です。それともですね、こういうのが一番先頭飛んでるのがリーダーで、この人がもう計画を立てて、で事前にみんなにですね、こう飛ぶからねっていうのを教えてるわけじゃないらしいんですけれども、みんなが非常にこう変態飛行でランデブーを非常に美しい形でやってる。イワシの群れとか見ると、全員がこう全ての魚が一斉にガッとターンして違うところに行くっていうのは、あれはどう考えても、人間の作ったシステムで実現するのは不可能なぐらいものすごい、システムなんですけども、これは何でできてる、どうしてそれがうまくできてるのかって言ったら、トップダウンにやったら必ずディレイが
生まれてしまうんだけれども、ボトムアップで全員がですね、今どういうタクティクスをに取るべきなのか、どういうストラテジーを取るべきなのかを、ボトムアップに全員が今の、隣の、鳥からの相対距離とか速度からもう、戦略を持っているとっていうのが、全ての鳥が一斉に動ける理由なんじゃないかというふうに考えます。新宿駅で人が衝突しないというのは、まさにこの鳥の群れが一斉にグワッと動けるのと同じように、全員がそのタクティクスとかストラテジーを共有していると、全ての歩行者が誰の指示にもよらず、歩いているんだけども、全員が同じ戦略を使って歩いている。でトップダウンで戦略を立てていなくて、ボトムアップに立てているので、状況に応じて戦略が少しずつ自然にアジャスト、できているということなんで、まあ、例えばその総理大臣が新宿駅を歩くときは右側を歩きなさいみたいな大号令を発しなくても、みんなぶつからずに歩ける。例えば子供とか、もうおじいちゃんおばあちゃんがいても大丈夫っていうのは、こういうですね、秘密があるのではないかというふうなことが、フラムのモデル分析から言えます。これが非常に変わったコントロールストラクチャーだということが、コントロールストラクチャーダイアグラムにプロジェクションマッピングしてみるとよくわかる。最初のあのこのですね、この絵を見てそこまでうがったことがなかなか言えないと思うんですけれども、こういう形にそのまま遮影してみると、普通のシステムの違いが際立つので、よくわかるということで、そのスタンプが目指しているその理想的なシステムの、制御の仕方に照らし合わせて、そのボトムアップで組んでみたフラムモデルがどのぐらい、理想的なシステムと同じなのかっていうのを分析することによって、このシステムの、まあ、人工知能システムみたいな非常にフレキシブルで不確定性の高いシステムのコントロールストラクチャーが書けるんじゃないかと、私は考えています。ということで、じゃあリスクの分析です。まあ、もちろんスタンプで、ここからステップ2とかやれば、いいわけです。もうコントロールストラクチャーダイアグラムできましたのでいいんですけども、まあ、フラム流のですねリスク分析のやり方を簡単にご説明したいと思います。まず成功要因としては、先ほどから言ってますように、ストラタジーをみんな共有できている、ボトムアップだからみんなが何も言われなくても共有できているっていうのが成功要因なんですけども、これが共有できているっていうシステムの、裏返しで、必ず成功の裏がリスクになっているというのがレジネスエンジニアリングの考え方で、途中のデータが喪失、まあ共有してるわけですから、どこかで1個データ喪失しますと、ここから上は全部、喪失します。部分的にここだけ喪失ということは、このシステムのアーキテクチャ上できない。必ずここは数珠つながりに上に上がってきますので、途中だけ1個だけ喪失ができないので、リスクとしてはですね、戦略層なしで動く、要するに動物の群れが暴走するっていうのはこれだと思うんですけれども、なんか目的がわけのわからない方向に向かって全員が一斉に変な動きを始める、なんかネズミが海に向かって突進していくみたいなですね、あれが要するにこの戦略層がなくなっちゃってる状態、どっかの回路が切れちゃって戦略がないまんま、みんなが同じようにタクティクスだけで暴走しているような、状態、これがアップフィードバックがロスするだけで、そこから上がアッパーレイヤーが全部なくなっちゃうっていう、まあこういうリスク要因があると、まあこれがフラム流のリスクの出し方です。まあこんな風な感じで、何が一番、得意なことなのか、このシステムがっていうことをまず見つけて、その得意なことの裏に必ずリスクがあると。なんでかっていうと、得意なことはですね、とんがってる機能なんですよね。だからリスクになりやすい、ということで、まあ、こういうことをやっています。で、
まとめです。スタンプとフラムのハイブリッドをやりました。で、フラムでサクセスストーリーをモデリングして、スタンプのコントロールストラクチャーダイアグラムにプロジェクションマッピングしました。で、その結果、ボトムアップストラテジックグループマネジメントというようなアーキテクチャが見えました。で、なぜ鳥の群れとか魚の群れがあれほどきれいに一段となって同時に方向転換できるのかっていうのが、今回の分析で、少しなんかヒントみたいなものができたんじゃないかなと考えます。以上です。